ウェーイ。いただきます。くぅ、美味しいね。はい、ということでね、本日は業務連絡がございます。幸いなことにね、コロナも収束してきているというか、まあ自粛ムードが解除されてきたりとかで、お店もまあちょっとずつね、営業再開してきているところなんかも増えてきてると思います。僕の地元でもゲーセンが再開稼働したりとか、まあ飲食店でもバーが稼働再開したりだったとか、そんなような感じですね。で、ちょっと個人的な話になるんですけど、まあそういった状況なんかも鑑みてですね、僕もちょっとイベントというか、まあそんな大したチャンネルでもないんで、そういったものでも何でもないんですけど、やろうかなと思いまして、来月の7月23日ですね、僕自身自分のお誕生日なので、そこでお誕生日会っていうのをやりたいなと思います。場所なんですけれども、池袋のですね、スタジオ金魚というレンタルスペースがあるんですね。普段はコスプレの撮影とかにも使われているような異世界風の内装の、まあ、もしくはこうアンティーク系の内装の、そういった場所になってるんですけど、そこをまあ2時間ぐらい借りてですね、7月23日の19時から21時っていう時間帯借りまして、飲食物とかのね、持ち込み自由なんで、集まった人でお誕生日会をやるっていうことをやりたいなと思います。はい。で、料金なんですけれども、まあ、会場のそのレンタルするっていう分と、あとはまあ僕自身も何か提供しようかなと思っているので、まあその分を含めて一人頭3,000円っていう風で考えてます。まあほぼほぼ実費かなっていうぐらいですかね。はい。まあなんなら誰も来ない場合は純粋に場所代が赤字になっちゃうんですけど、それはそれで後日動画撮ってアップしようかなと思います。はい。で、人が集まった場合なんですけど、基本的には個人情報は徹底して守りますので、皆さんの個人情報が僕から誰かに渡るとかっていうことはありませんので、ご安心ください。特にその様子をですね、動画でアップして公開するっていうこともないので、ご安心ください。はい。まあ集まってもね、ちょっと空いた時間とかで自分だけが映るような形で、もしかしたら撮影するっていうことはあるかもしれないです。そこはまあ状況を見てとか、その場にいる人が逆に動画出たいとかね、そういうことがあればそういうことはあるかもしれないですが、基本的に参加する人の、個人情報は守ろうと思ってるんで、動画に使われるようなことはありません。はい。で、僕の方から持っていこうと思ってるボトルなんですけど、まあ、ちょっと愛着のあるボトルというかですね、こちら以前オークボトルで3ヶ月間熟成させていたアベラバーのニュースピリットですね、3ヶ月熟成のもの、これはまあ僕が作ったと言ってもいいようなボトルになってるので、まあ、なかなかそんな普段飲めないと思うんで、もしこの機会に興味がある人は来ていただければ嬉しいです。もう一本がですね、こちらレジェンダリースコットの、これもオークボトルで1ヶ月間仕込みました。まあ1ヶ月でもね、通常のレジェンダリースコットよりだいぶいい味わいになったんじゃないかなと思ったんで、この場で引き上げてますが、これも持っていきたいと思います。はい。あと最後なんですが、こちら名前がね、よくわかんないんですよね。ウィミスモルツシングルカスクリリースワッフル&メープルシロップって書いてありますね。で、ヴィンテージもので、1988年に作られたってことで、僕は今年32歳になるんですけど、まあ自分の生まれ年のウイスキーっていう形ですね。はい。これ結構高かったんですけど、でもシングルグレーンなんですよね、多分。モルト使ってなくてっていうのもあって、ちょっとその分は安くなってるのかな。だから多分2万円はしてないぐらいなんですけど、こちらも持って行って皆さんと一緒に飲みたいなと思います。ってな感じでね、イベントをやりたいと思うんですが、参加方法はですね、僕の概要欄の下のところにですね、メールアドレスがあると思うんですけど、そこに参加希望ですっていうことを送っていただければ助かります。まあ別に当日いきなり来ても多分大丈夫だとは思うんですけど、会場の収容人数とか、だいたい6人ぐらいしか座れないようなちっちゃい会場なんで、まあ当日バンバン来られることもないと思うんですけど、そういう規模の兼ね合いとかもあって、お断りするような場合があり得るんで、なるべく事前にご連絡をいただければ嬉しいかなと思います。そもそも席が6つぐらいしかないんで、あんまりまだ収束してるとはいえ、密閉で人がいるっていうのもあんまり良くないかもしれないですし、なので参加希望される方はなるべくお早めに僕のメールアドレス宛てに、参加希望ですっていうことで
ご連絡をいただければと思います。料金も当日普通に現金か何かで渡してくれればいいです。で、一応まあ誰も来なくてもですね、それもネタになるかなってことでスタジオ自体は借りてですね、何か動画撮ろうかなとは思ってるので、まあ一応なんかどうしても連絡するのが嫌だって人は当日来てもらっても構わないとは思うんですけど、僕の心の準備とかもあるんで、なるべく連絡をもらった方がいいかなと思います。で、まあ誕生日会のテーマなんですけど、まあほぼほぼ何やるかとか別に決めてないんですよね。集まった人でまあ雑談やるなり、僕がなんか動画撮ってるところを間近で見てもらう公開収録みたいな感じでもいいですし、まあ例えばこれ自体の収録もちょっとしたいなっていう気持ちはあるんで、それやるんであればまあその姿を見てもらうでもいいですし、まあ、あとは普通に飲み会みたいなノリでね、こう皆さんと話すとか、なんかいろいろ普段聞けないような質問とか、ここだけの話みたいな感じで聞いてもらってもいいですし、はい、なので興味がある方はぜひぜひご参加ください。まあ僕も来年多分同じことをやろうと思ったら、もしかしたら今だからこそこうなるべくコメントとかも一人一人になるべく返すようにはしてますけど、そういうのとかもね、チャンネル規模がでかくなればなるほど難しくなっていくのはもうどうしようもないことなので、まあ、こういった誕生日会とかも多分来年はもしかしたらやらないかもしれないですし、まあ、やれたとしても、まあ、なかなかこう一人一人に目は配れないでしょうし、ってな感じで、まあもしねちょっとでも興味持ってくれてる方は、逆に今申し込んでくれた方は補参っていうんですかね、そこはねいいところなのかなとも思うんで、まあ一方でね、誰も来なかったらどうしようとかっていうのもあるんですけど、まあ別にそれはそれで動画にしちゃえばいいし、まあお金的にはあれなんですけど、まあめちゃくちゃ高いわけでもないので、まあそこも込みでいいかなっていうふうに思ってます。はい、ってな感じで、今日はそんなお知らせでした。本当にちょっとでもね興味ある方は、質問とかでも構いませんのでご連絡ください。それではうるさいとでした。また。